そういう意味で仮にこういうことがあるってことは我々もある程度認めますよ。確かにこれ正直に誰も州内であんまりことごとズバズバ言う人いないけど、僕は新田町人はやっぱりある時期学会よりの誰が読んでもどうしてもそうしか取れない発言がねあったっていうのは、これはまた歴史の事実として素直に認めるべきだと思うんだよね。だからどうしたって話なんだよこっちは。その後前も言ったように、49年か47年だったか、またいつも忘れちゃうんだけど、訓諭でね、小本堂の定義っていうところでビシッとまたやっぱこの通りってところに戻ってんだ。だから浅井さんはさ、その都合のまた訓諭の中でも都合のいいとこだけ引っ張り出してみんなを煽ってんだよね。その後の叱りといえども公選ルールは未だ達成しておらんから、蔵の形にしてご本尊をご法蔵申し上げるべしっていう、そこの部分はカットしてみんなに訓諭のこと言ってんだよ。都合のいいとこだけピックアップしてさ、その前半の部分は一見公選ルーフに準ずる建物であるっていう言い方になってっから、そうすると浅井さんの言い分の公選ルーフもしてないのになんでその 前倒しで建てていいのかみたいな、まあ言える場かもしれない。でもしかりといえどもだよ、未だ公選ルーフならずと。だから普通の階段道として建てませんって言ってんだから、蔵あくまでも蔵だよと。蔵ってことは公選ルーフしてないって意味だからね。本当に公選ルーフしたらこのフルオープンで作るわけだから、そういうちゃんと建て分けてるわけだ新田商人も。だからそれは学会にだってもちろん気づかなきゃいけないですよ。それは800万信徒ってものが素直に信じしてるんだから、池田さんたち首脳部の野望があったとしても末端は純粋に信じしてるんだから、注文が新田商人があまりにもあからさまに池田さんを叩きすぎてもやっぱこれも問題があるわけだね。だから一生懸命そこはご配慮されて、800万信徒の信心も守りながら、さりとて浅井さんの言ってることだって正しかったからね。でもちろん浅井さんに指摘されなくたって新田商人はちゃんと商人を最後はお述べになっただろうけど、でもまあ浅井さんたちにも明神公にもちゃんとその配慮しつつ、でも召集のご法師として何にも一文も間違いない正しい三大秘宝の三大秘宝章の義にのっとった正しい決断されてるわけですよ定義を。そうするとこの今のね、仏法に相違して故意を構うればこれを用うべからざることっていうのは、まさに素直に読めば故意を構えたそのことだけはまあ諌められれば諌めればいいけど、我々末帝等は諌められる立場でもないから、ちょっと外科これは言い過ぎだろうなって言ってその飲み込めばいいっていうことなの。飲み込んでほっつけときゃいいってことね。だってそこがけじ脈不法の不思議なんだよ。ちゃんと一時そういうこう右に強風が吹き左に強風が吹きっていう時にはやはりその柳 に風でねこうそれが一番またなんていうの変に突っ払かっちゃった方が折れるんだ。だこう受け流しこう受け流ししながら最終的に穏やかにちょっと風が落ち着いたら落ち着くべきところに落ち着いればいいっていう、もうそういうおのずと大承認がお定めになった有事辞任御法師承認経過のその恩御内省における恩立場っていうのは、我々凡俗が自分のその在業深い目で見てなんか学会に組みしちゃったんじゃねえのとかそういうね薄汚い根性で判断できる境外じゃないってことなの。そもそもお生まれからしてだから一時学会のそういうまあ横の強風を受けたわけだよ。やっぱブワーンって、じゃあそれにはそれなりにこうかわしたんだよね。上手に言うなりなみたいな風もあったと。だけどそれがちゃんとこう揺れ戻っているものって最終的には全く幹のその同じところにきっちり決着してるんだからさ。そしたらこういうなった時のご発言の時にこれを用うべからざることってことだよ。我々末帝はそれにこうくっついちゃって食いついちゃって、だから学会はむしろこの芸家がそれなりに学会よりの発言のそこに食いついてやれ小本堂はご有名の階段だの高専ルーフの達成だの
それを達成したの誰だ、池田先生だ、すごい池田先生すごいと、こうなって池田本物論の根拠にしたんだから、池田だからこそ池田先生は大聖人の生まれ変わりなんだよと。だってまだあいつらの考えは、大聖人様は本門の本尊と本門の大目だけは作られたけど、本門の階段は未だ将来に残された、それを池田先生が達成した、君よく考えてごらん、こうなるわけだよ、生まれ変わって達成されたんだよと、こうなって、いや中枢幹部たちはみんなそれで洗脳された。でまた何が何でもそうしたかった、学会の中枢は。で池田さんを本物の生まれ変わりにしちゃえば、もうあとはホスト商人なんかどうでも よくなっちゃうじゃないですか、大商人が生まれ変わってんだからっていう構図を作りたかったから、ムキになってそこにしがみついたんです、学会はね。で今言ったそのこれを持ちうべからざることっていうご指南に、学会はそれに食いついてずっと執着してって、結局は破門される目になったわけだよね、最終的には。で浅井松永は逆にくっついちゃった、こんなこと言ってってなって、でそれに激しく反発しすぎたってことですね。いさめるとこまででとどめとけばよかったのに、今言ったその暴力沙汰に、まあ脅したり、宗門を脅したり、暴力沙汰になるぞみたいな、実際学会襲撃した時は暴力沙汰になって、あの怪我人も出てるわけだからね、実際のところ。でそんなことになって、そして新田商人が何度もいさめたけど、もうどうにも彼らは自分のその、執着を変えるっていう気はもうないと。で判断されて、でその襲撃事件のちょっと後ぐらいかな、かその前か、前にもう、神道なんだっけ、最初なんとか登山停止にしたのかな、なんかその辺でまた行くのやろうってなってったんだよ、余計またこんな正しいこと言ってる俺たちを何を言ってんだ新田宗はみたいなね。全然御所と離れてるんですよ、その異論なくって、そういう根性を起こしちゃいけませんよって、その自分の慢心とか自分のそういう増上慢を戒めねばならんって教えてるのに、仏法は。仮に観世上人がそういうような表現とか発言があったとしてもだよ、やっぱり文をわきまえろってことなんだよね。その文がわきまえられなかったっていう根性が、まさに今の検証会のこの一番のスタートはそこにあんの。源濁れば流れ清からずっていうのはここなんですよ。だから